ゆたくも直してるの。あ、TikTok 見てたらって、ありがとうございます。今日はショールームシーン、あ、違った、スプラトゥーンやりながら皆さんと雑談していきたいと思います。この配信で最後ですね。24時25分までで、明日がね最終日ということなんですけども、明日ねこのまま4位で、今日4位で終えることができたら、私は明日ライントーンで1着だけ洋服を買ってきてもいいよっていう余裕がもらえるということで、ありがとうございます。このまま3位で逃げ切れたら、ライトンで1着買いに行ってこようと思います。明日もねインスタグラムで出します。あ、2個あるから、明日と明後日か、最終日終わって感謝の気持ちの1個も出させていただくので、よろしくお願いします。それでは行ってみましょうか。バンカラマッチのチャレンジ、今 A- ということで、前回通信エラーで終わってしまったので、ちょっと頑張ります。ガチホコかな、ガチホコからのスタートでございます。私は武器はプロモデラーです。基本的に敵がいたら逃げるっていうのを頑張ってやってます。だって怖いから。あ、お亡くなりです。今1ですね。今死にましたけど、1キル相打ちです。それでは続いて、私は生きていけるのでしょうか。さて、うまくいくかな。よし、そしてスペシャルを打たれております。今日は通信エラーがなければ A に近づけるかな。まあでも A ぐらい行っとかないとね。ちょっと私の目標は S なんで、ちなみにランクは12ぐらいで、そんなに上じゃないんですよ。だからちょっと腕前だけでもね、ちょっとランクは上でやりたいと思っているんだけど、やっぱS に行けないとね、ちょっとお話にならないみたいな感じに思われてしまうんじゃないかなと、ちょっと不安なもので、まあ大したこと私はできないんですけどね、敵ね、強い人たちに紛れて、スプラトゥーンをするって、どさくさに紛れて勝とうとするのが私のスプラトゥーンのやり方です。 S 昇格です。苦戦だって、マジ？やっぱりそこが大変なの。そうだよね、私も多分 S にギリギリ行けない人材なの。多分前回もだったんだけど、 S 行くのに結構苦労していたしまったので、そうなんだよ。だからね、あ、カウントリードです。あんまり油断しちゃダメですね。カウントリード取られてる。左から、あう、ちょっとお仲間がだいぶ、私もですね、お仲間の心配をしてる間に自分はやられました。テケルカートいただきました。サイファーハートいただきました。ありがとう。あ、やばいやばい。でも20カウント差ぐらいで負けてますね。結構ここ上まで持ってこられると結構痛いところですよね。おお、ここ、うわ、嘘でしょ、亡くなりですね。私ちょっとデスが多いです。エイミー入っていただきました。あ、竹原くんありがとう。エッテちゃんもいただきました。ありがとうございます。あ、今そうですね、エリア外に落ちて真ん中に矛を戻しております。ちなみに私は今青の色で頑張ってるんで、相手オレンジ、アミちゃんですね。結構やられてしまうね。ちょっと色を塗ってあげることを第一に考えていきたいと思います。あ、よかった、今お亡くなりになる直前だったんですけど、ラッキーなことにスペシャルを持っていたので、スペシャルで逃げ切りました。ス
ペシャルはサメだから、あーやっぱ私1対1がものすごい弱くて、もう本当に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 、あの敵見たら逃げる精神だよ。勝てるなんてみじも思ってないよね。そして矛はい倒しました。矛もう一人こっち側の人間の方を倒したい。ちょっと無駄遣いしちゃったかな、スペシャル。このあナイスです、とっても素敵ですね。じゃあ私は先に先回りして塗っておきます。ちょっと相手が動きづらければいいな。なんつってあと一人倒し、あもう一人いました。ターボハートいただきました、ありがとうございます。そしてちょっと飛ばない方が良さそうでした。8をこう落としちゃいましたね。残り15秒ということで10カウント差ではあるんだけど、相当きつい感じになっております。相当おきつさんですね。あー倒せない、スペシャル使っても倒せない。あーうわーカウント1ずれですね、負けだ。これは勝てない。負けてしまいました。69カウント68カウントで私たちの負けということで、悔しいです。勝てませんでした。悔しい。なかなか自分は仕事をしていなかったなと。カムタボおいちゃんありがとうございます。塗りポイントは1ですよ、それだけ。塗りポイントか、キルがダメだね。私はもう一戦いきます。難しいんですよ、本当に本当に難しいの。床を塗ってくれなきゃありがたい、まあ、そう私がそういることによって、あれなんか今日動きやすいなって思ってもらうことが大事だと思って毎日色を塗らせていただいております。キラーの力を借りたらいけるかしら。みんなすごいありがとうございます、いただいてます。ターボオートゥーありがとうございます、 Thank you だよ。さあアップルウォッチが充電できました。さっきお風呂に入ってる間に充電をするパターンで頑張っているんですけど、ポンズターボありがとうございます。アップルウォッチ私の待ち受け所にしけ、あ見せたいの、ね、よし行きます。さあそれではガチ方向頑張ります。あ私オレンジです、相手は緑。さてゆりちゃん vs あみちゃんの同期対決、明日はゆりあみでのね、ろくでもない夜っていう下北沢の会場で二人でのね、あれがありますね、二人でのイベントもありますのでね、とても楽しみですが、あ、いなくなくなりました。あ、逃げろ。なんとですね、バトル直後に一部のプレイヤーの通信が切れたそうです。わっ、ターボーハートくれてる、 ありがとうございます。見てる、ターボーターボー2曲歌います。
どこまでもどこまでも果てしない空。夢は終わらない。これ何の曲だっけ。おーちろんさん、いただきましてありがとうございます。アロー君もありがとう、トゥーもありがとうございます。CM だよね。さて、うまくいくのかしら。眠いよ今日ね、多分めっちゃ動いたから体がだるだるなの。これはね、多分ね、多分ね、今日の動きが激しかったから、絶対そう。ケイチからリプ来てたって。え、マジ、ちょっと待って、見たい、あ、見たい、ちょっと、やばい、え、バレた、もしかしてアップルウォッチ、やばい。やなんかさ、タグ付けとかしなければバレないかなって思ったんだけど、やばい、嬉しいけど恥ずかしい。いや、私の大好きな人なんです、ジョニシケイさんが。嘘、恥ずかしい、嬉しい、嬉しいけど恥ずかしいな。はい、君はもう、あ、もう一人いたんだ。あ、でも出してくれたのでありがとう。今飼ってます。おーと、なるほどね、うまいわ、そっからいけばいいのか、なるほど、はい、素晴らしい。あなたもさようならです、ありがとうございました。なんと素晴らしいキルさばきをあやちゃんも頑張っておられます。珍しくね、うわ、食い棒が飛んできて、まあそこで割る必要ないと思うんだよね、私わざわざ無理していかなくてもいいじゃない、みんな、うん、降りてきたところバンって叩いた方がいいね、綺麗にもなるし。いいから来てますよ、皆さん、お気をつけて。時間稼ぐのかい、君は。いや、そこ行けたのは大きかった、結構。このさ、ガチホコのさ、ホコショで濡れてると思うじゃん。その濡れてるとこ全部私がね、塗りつぶします。もうごめんなさい、しました。すいません。そして私がいなくなった瞬間、本当に塗りが。やばい、調子乗ったな、取られたくないね、行かせない、マジで行かせない、本当に行かせない。よし、切る、アップ、ブラスターか、誰か取れる、ねえ、何取らんの、取りなさい、あ、オッケーオッケー、とりあえずいいよ、置いとけ、置いとけばいいよ、塗るから、ちょっとやばいやばいやばい、あ、矛うまっ、何この人めっちゃ矛しうまい、何もうずっと矛持ってないよ、ああ。アプローチ出るよ、これスプラットやってるとき心拍数とか高くなるのかな、どう思う、スペシャルやばい、何一人、よし、ナイス、上手、すごい上手だよ、えっ、あっ、って感じだった、普通に勘違い、
おお、狙われてたんだけど。あ、もう最悪、めっちゃ無駄な死に方をしてしまいました。皆さんよかったら出入りを私に投げてくださると嬉しいです。すいません、私最近こんな日常ばっかみたいな配信してますかって言いたかったんですよ。なんだ、心拍数上がりすぎ。なんかないか。おーっと、あの子ナイスナイス。うわぁ、厳しい。ありがとうございます。ねえ、私君がお亡くなりになるまで追いかけてやろうと思いましてね。はい、そして君もさよなら。私のことをさっき倒したでしょ。私は君のことを倒しに来たんです。あー、ありがとうございます。あ、もう塗り完璧なんで早く入ってきてください。皆さん早く来て。もう私この子だけはもう倒しまくるって決めた。オッケー、はい、カモン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 、めっちゃ早く、内側乗っちゃったよ。早く、けけけ、あ、わけ上手、素晴らしい、勝ちました。素晴らしいです。塗ることしかできなくてすいません。あ、根に持ちますよ。私あの子に倒されたなと思ったらその子倒すまで追いかけますから。やだよね、ごめんなさい、ほんとそういう性格なんです。意外とねちっこいんですよ私。12キロだって、うん、まあまあですが、あ、でも6か、6です。私6です、少ない方ですよ。私やばくない。めっちゃ死ぬんですよ。3秒に1回ぐらい死んじゃう。ストーカーです、ストーカー。高校の時の友達とさ、スプラトゥーンを最近やってるんですけど、すごい、あの毎回こうキル数が下だったり、こう周りの子は上手だからっていうのもあるけど、12キルどうなったって。私ねよ。むせた。チークリードありがとうございます。そうだから、あの負けちゃ、めちゃめちゃ負けちゃったから、あの名前を高校の時の頭のボルテモードに今変えてます。変えました。ボルテモードです、今名前が。12キロなんて私想像できないですよ。だって敵みたいに逃げる人だからね。そう、髪の毛、お風呂入ってしばらく経つとどんどんパサパサしちゃって、あ、みんな結構やってるじゃん。あ、今この間、あのこの間遊びに、あ、だこの間のあそんこの間ショールームで、あの一緒にやってくれた友達がもうやってるわ。バンカラマッチチャレンジしてるって。話しかけちゃダメだよな、ごめんなさい。あとはこれうちの友達やな、この友達だな、あれ、あ、マネージャーがやってんのか、ね、部活のメンバーやってるかな。忙しいからね、特に姫と姫夢は忙しいからね。
プラ配信。友達親友さん突然親友やってないの。あの高校の友達がね、私全く高校の友達会ってないんだけど、ゲームだけ繋がってんのよずっと。そうまあゲームはよくやってる、一緒にゲームだけね、なぜか。ゲームだけ集まってます。あとはこの間こうショールームやってる時に一緒にやってくれたお友達は中学の友達だから、あのだいぶそうそう仲が、えね、本当にあの全然ダメなんだけど、友達だったら切断されちゃった。私も高校の友達からスプラスでって連絡来たって。あーいいね。その友達はね、高校の友達はたまたま一人だけ3年間一緒だった子いたんだよ。一人だけずーっとで、高校3年間同じクラスの人って、まあ、学校でもそんなにいないんだけど、私はその人が唯一、そうそう同じクラスで、別にめっちゃ仲良かったとかじゃないんだけど、ずっと一緒だったから、まあ、必然的に仲良くなるわけですよ。でその子ゲームやってて、私もゲームやってて、その子がずっと大学の時も今もスプラトゥーンを誘ってくれる。でその時高校時代はなんか休み時間に一緒にクラッシュロワイヤルをずっとやってたの でそのクラッシュロワイヤルの名前がボルテモードだったの。それはその高校の3年間一緒だった友達につけられた名前。やばいよね、私のあだ名結構ひどいよねあめっちゃいい友達です、うん、優しいっていうか、なんかなんだかんだ言ってこう別にめっちゃ仲いいわけじゃないけど、ずっと気にかけてくれて嬉しいですよね。そうね、ありがたいです。私がめちゃめちゃゲーム好きなんで、でもあんまりなかなかゲーム好きな子っていないからさ、すごい嬉しかった。まあ好きな子はいるんだろうけどね、あの、うん、なんていう、あんまり私の周りにこうゲームつながりっていない、なかったから。もうサメの使い方がだいぶ分かってきた。荒野行動は親友がめっちゃやってたので、そうそう荒野行動は親友がめっちゃやってて、そうそう親友とねよくやってました。荒野行動やりに家泊まりに行ってたの、いつも。しかも親友めっちゃ荒野行動うまいの、おもろ。親友多分スプラトゥーンやったらうまいだろうな、買わないんですよ。しかもさ、うちの親友さめっちゃさ、あのちょっと適当ちゃんなのだからうちがスプラトゥーン楽しみだなって言ったら、こう買うって言ってたのにもうだいぶ経ってますけど、買いましたか。でもね、あれ買ってたよ、あの、あうちの R の出たやつ、わざわざうちの親友買ってくれて、うちに写真送ってた。買いましたって送ってきていいのって、ありがとうって嬉しかった。そしたらあの、その右手の親友買ってくれたんだけど、その荒野行動やってるのも右手の親友なんだけど、左手の親友がえじゃうちも買うわって買おうとしてくれてありがとうねって思ってます。だからなんかね、なんかできないかね、お礼みたいなの。ライブを誘うことしかできないけどさ、やった、通した、なんか予想してた、今そこら辺にいるだろうなと思ったら正解。なんかずっと持ってるけど大丈夫、私倒しに行っちゃうよって思ったらもう倒してた。素晴らしい、上手。
あ、第一負けました。お手伝いありがとうございます。ちなみに左手の、あ、右手の親友かな、右手の親友はあの右手の親友はね、右手の親友は、スマホケースに私のステッカー入れてる、あのゆりちゃん似顔絵のステッカー自分で買ってさ、自分で買って、うわっ、うわー難しかった、自分で買ってスマホのケースにずっと入れてる。青のペンラ振ってくれてたよ、この間来てくれた時も。ちなみに右手の親友ちゃんはさ、看護師さんだからすごい忙しいのにさ、振ってくれるんですよ。あ、やば、なんかまだ飼ってはいるけど、ここ突破されたくなかった。仕事してないね。そう、ダイナモン強っ、届くんだ。え、イエーイ、全落ちだった相手、勝ったな。あ、ちょっと待って、意外と吹き早くないみんな。ちょっと待って、勝ったな、勝ってなかった全然。ここにいられるの嫌なんじゃない。嫌だ、降りるか。オッケー、はい、じゃあ早く来て。もうさ、うちのチームマジ誰も頬持ちたくないんだろうなっていう。あ、あれもううち勝って、勝ってないんだ、勝ったかと思った。プロコン慣れてきた、だいぶ使えるようになってきて、最初ひどかったけどね、プロコン使えなくてさ、配信の時にさ、いきなりプロコンでやっちゃったもんね。よし、はい、防ぎました。どうぞ、皆さん。はい、どうぞ、皆さん。ダイナモインクないけど大丈夫ですか？後ろから叩いちゃうんだからねーだ。嬉しかった。イエーイ。ここ、責任わかる。ここ持つとさ、死んじゃダメだっていう責任感で押しつぶされそうになって手放したくなるよね。あ、面白いな、スプラトン楽しいです。もう時間あと1戦ぐらいできるかな。なんか暇だったら保護持つけど、なんか塗り状況悪いだろうなって思ったら絶対押したくない。ここショットがあんまり私は上手じゃないので、お願いしますって思っちゃうよね。6キルだって、うちだけめっちゃ少ないの。でも塗りはほんとナンバーワンだよね。塗りだけなん、根本のゲーム合ってんのかもしれないんだけど、七のヘトワダさんっていう人がずっとルームだ。お、ゆめちゃんがスプラトゥーン始めたね。七のヘトワダさん、名前やば。何なんだこの人は。
ずっとその人の前を煽って見てるんだけど、こっちの方なんて見向きもしないのね。え、ここって登れるんだ。あ、姉ちゃんがいるわ。あ、姉ちゃん一日前にやってたんだ。知らなかった。変な名前の人ほど上手い気がするって。あ、わかるかもしれない。明日のスケジュールだ。明日どうしようかな。朝やろうかな。お昼できるかな。あ、逆にお昼にやろう。お昼じゃ今日と同じかな、スケジュール的には、うん、今日と同じかも。じゃあまた今日と同じにしよう。明日のスケジュールできそうだもん。明日実はお休みなんですよ、一日。久しぶりの一日お休みということで何もしないですよ。あ、姉ちゃんと、姉ちゃんが帰ってくるから姉ちゃんと一緒にご飯を食べようねみたいな話をしたんですけど、私はショールームイベント最終日なのでもう家から出ないぞって思って、はい、倒しました。ちょっともったいないから使おうか。はい、倒しました。はい、次。はい、持ってって。私嫌だから。私嫌だから持ってって。あっ、ちょっと油断した。見に行きたいところなんだけど。見に行きたいところなんだけど。行かない。もう出ない。ライトオンは行こう。ライトオンだけ行く。ライトオン行くってことは結構遠出しなきゃいけない。頑張ろう。でも昼までには絶対。いや、どっちだろう。配信してからかな。最終日だからさ。パーティーというね。寝るよ、アプローチしながら寝るよって。なんか睡眠の質も測れるらしいから気になる。普通に最近起きちゃうからさ、夜中じゃなくて朝めっちゃ早く起きるの。今日も早く起きちゃったんだけどさ、まあ朝早く起きてもね、サモンの毒とか言うからさ、いいかと思って今日はずっと起きてたんですけど、ソファーに戻ってくる感じ。そうそう、まあ、布団でゴロゴロしてられないのよ、じっとしてられなくて。だからね、結構ね、ああ、寝れた。起きちゃうんだよね。なんだろうね。多分もう寝るほどの、疲れてないんだと思う。寝るほど、もう、元気があり余ってんだと思う、普通に。起きちゃうの。なんか、寝なくても、いいくらい動いてないのかなと思って。うわ、結構責められてるね。どうしよう。うわ、ブラスターだ。クラッシュブラスターさん買ったっけ。うち3時代はもうしょっちゅう使ってましたよ、クラッシュブラスター。強いよね、あの武器ね。しかもあれ、あのクイックボムだったんよ。あれ違ったっけ。なんか私クイックボムの武器全部買ってた気がする。てかクイックボムが本当に好きだったのよ私は。なんでないの？今回全然いい武器がないよ。おかしくない？はい、さよなら。君は私を狙ったことが罪だと思いなさい。はい、クラッシュブラスターの君。強い武器だからって油断しちゃダメよ。
邪魔だったな。あ、やばい、あと5分しかないな。負けるなんて嫌だ。おっと、危ないよね。ちょっと、いや、言ってくれてありがとうございます。あー、やばい、全落ちだ、これ負けるかも。お祭りだるまありがとうね。悔しい。嫌だ。いけ、止めましたよ。誰か助けてください。早く早く来て。奪われちゃった。ダメだって。あと、どこにいるの。上か。負けちゃうかも。あー、ごめん、負けるんじゃないだよね。負けちゃいました。あー、ピエンピエンピエン、あー、腕がかゆい。はい、ということで最後の試合負けてしまいました。はい、今日もたくさん配信を見てくださりありがとうございました。今日の配信2回しかないのって。あ、そっか、明日最終日だからもう1回できんだ。めっちゃ間違えてたわ。ちょっと待ち時間とかじゃないよね。できるんだ、普通にめっちゃ勘違い。じゃあ23時わあ、5時ぐらいから一回やりたいな。18時40分とか。今ファンルームに載せますね。明日のスケジュールはこちらになります。載せてるかな。ということで、皆さん最後までご覧いただき本当にありがとうございます。あ、あゆくん、ブラブ、なんだっけそれ、モンブランいただきました、ありがとうございます。みんな今日はどんな一日だった。お、あら、西友さんから連絡来ました。明日も素敵な、明日も皆さんと素敵な一日を過ごせるように願ってます。それでは1位はターボー、ありがとう。それではお手配弱せーの以上です。またお会いしましょう。バイバイ、おやすみなさい。